で、まあ、本当この、まあ、普及のことをこう進めていく上で、まあ、やっぱりこれ、普及のことをやっていく一つの、まあ、メッセージって、やっぱ子供たちにこうスポーツさせようとは思ってなかったっていう、こう親御さんたちに向けて、あ、やらしてみたら、あ、子供楽しんでるわ、みたいな、まあ、そういうことだと思いますよ。それもありますけど、やっぱりそれの先に、やっぱこう、僕たちスポーツやってきた人間とか教えてきた人間として、スポーツって価値があるって思ってるじゃないですか。で、その価値があるって、イメージできない方々にとっては、やらせたいと思わないわけじゃないですか。それもずっともう3人のお子さんを、こう、まあ、もちろんバスケットを経験しながら育ててもらえたっていう中で、ちょっとぜひその子供がスポーツやってきた価値ってこういうことかなっていうのを、皆さん感じたお話をいただけたらなと思うんですけど。まずですね、僕自身が、さっきの話に触れて言うと、子供が何々ちゃんがやるから、私もちょっとやってみたい的な、まあ言ったら薄い動機ですよね。そういうので、お付き合いで、ある何々ちゃんに誘われて、たまたま来ただけみたいな子って結構いたりするわけですよ。入り方として。ところがですね、その1年後とかは、子供も一生懸命だったんだけど、親がもっと一生懸命みたいな、ありますよね。そういうふうに変わっていっちゃうってよくあるんですね。それはどうしてかと言ったら、子供が目を輝かせてて、生き生きと夢中になってやっている。その結果、いろんな成長の場面が見れるっていうことは、親にとってはめちゃめちゃ嬉しいことだと思うんです。で、そういうふうなことを僕はそのたくさんの親御さんから、教える立場で学ばせてもらってる。もちろん、エルトラックさんの皆さんもきっと同じなんだと思います。で、じゃあなんで親御さんがそんなにね、ひょっとしたら子供さん以上に熱心になっていってくれるのかっていうこと。で、そこに向かって、じゃあ僕も自分家の子供にそういうふうな、自分が親として目が輝いて、もう本当に子供以上にバスケットボールを熱心にそのチームを応援したいって思えるようなプロセスが環境としてあったら、多分子供は、なんか、親が自分で育てようっていうのは当然なんですけど、もっと地域の力を借りることによって、本当に本当に子供がより良く育つっていう、こんなことにつながっていくなっていうことを、まあ、旗で見させてもらって、自分も自分の家で実践するという、こんな形に、まあ、僕自身が変わっていくわけなんですよね。で、例えばですね、うちの子たちは3人、さっきご紹介いただいたように男の子がいるんですけど、3人ともそれほど身体能力高くないです。走るのも速くないし、ジャンプ力もそんなないし、見よう見まねで人のやってることを上手にすぐに覚えるとかいうのもそんなに上手じゃないです。それはしょうがないです。両親の遺伝なので僕は思ってるんですけど。両親ともバスケットなんですよね。そうです。うちは2人ともバスケなので、なのでバスケットボールをやってもらったらよかったなっていうのは漠然とは思ってたんですね。で、コーチやって、さっきのような話でよりそれがはっきりしたんですけど、僕が親としてすごく大事にしたかったのは、子供のうちに、小学生のうちに夢中になれるものを作ってあげられる。そういう機会が、子供たちに、提供してあげられる。もう一つが、社会性を身につけるっていう、この二つを僕は親として子供に、何らかの形できちんと伝えることができたら、僕は親としてまずは、いいのかなって、こんなふうに思ったことがありました。で、そのためには、うち言っていただいたように、夫婦ともどもバスケットボールでたくさんのことを得たという、気持ちがありますので、それでバスケットボールを好きにさせ出る。るっていう感じは。これがいいか悪いかっていうのは人によるんですよね。価値、それぞれに皆さんのいろんな価値観があると思うんですけど、そもそも子供たちは、何が自分が楽しいのか嬉しいのかって、やっぱりその些細なきっかけでなっていくじゃないですか。僕、中学校の時にバスケ部選びましたけど、別にそれバレー部とかテニス部とかサッカー部とか、ちょっとした些細なきっかけだったりしますよね。そうですね。僕らの頃、僕の頃なんてまさに。そうですね。そしたら、なかなか選べる機会が些細なものであれば、何か、教えてくれる人たちが一生懸命であれば、
その部活をやることがいいし、うん、僕自身がバスケットボールをやってきた人間で、うん、そこでたくさんの贈り物をもらったと思ってるので、うんうん、バスケットボールで何か子供の人間形成ができたら、うん、いいよねと、うん、なので夢中になれるし、うん、チームスポーツなんで、うん、社会性、はいはい、この2つが身につけられるのかなと、うん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 、こんなことを目指して、うん、実は取り組み始めました。なるほど。好きにさせることを取り組み始めたってことですね。なるほど、なるほど、はいはい、3人ともそれはどうだったんですか、入りバスケットの始まり方っていうのは。やっぱそれぞれ違います。違う、あ、そうなんですか。全然違います。長男は、まずバスケットボールではなくて、はい、家の中ですね、はいはい、角にゴミ箱を置いて、はい、ゴミ箱に、はい、紙丸めて、はいはい、でビニール箱ってここで巻いて、はいはいはい、僕がここに入れるっていう、はいはい、そういうことをやってたんですよ。ああ、なるほど。見せてたってことですね。やってる様子を見せてた。そうそうそう。はいはい、で、子供はやらせてやらせてって言うんだけど、はいはい、やらせないみたいな。自分が楽しそうにやるっていうことをですね、僕がよくやってましたね。どうしてもやりたいって言うから、じゃあ、お前10回入やる、投げて、何回入るかっていうのを、よし、頑張って、ちょっと、勝負しようぜみたいなことから始まるんですよ。なるほど。素晴らしいですね。で、それが、ゴミ箱が、そのうち、カモイに、おもちゃのリングが、っていう風に変わっていくんですね。で、初めのうちは、このカモイをランニングして、片足ジャンプで、カモイに触れるか触れないかっていう、そういう遊び始めるんですよ。で、それはもう完全に、おもちゃのカモイにあるリングに、ランニングシュートができるための、誘導なんですね、それはもう。すごいなぁ。そんな風に、親が楽しいんですよね。そういう風にして、そのバスケットボール好きになってくれないかなっていうのもあって、でそういう素地がうちの子たちにはあるんですけど、実際に長男に、すぐ近所でやってるバスケ部、結局そこのバスケ部のコーチに僕はなるんですけど、連れてったんですよ。うん、そしたら、関東大会に出るようなチームなんですね。うんうん、なので、練習がめちゃめちゃ厳しいんですよ。うん、それ見て、もう、見た瞬間の、あの体育館の雰囲気を見て、はい、僕やらないと。なるほど。そうですよね。なので、はい、その当時、うん、一生懸命探してて、うん、エルトラックさんあったらよかったんですけど、エルトラックさんないので、その時代。はい、今から、20年以上前の話なので、うんうん、辻先生の、はい、エミネクロス。辻修一先生ですね。はい、辻修一先生のエミネクロスに、はい、探して、はい、で、わざわざ先生の話聞きに行って、はい、で、理念とか聞いて、はい、で、子供たちにバスケットボールを好きになってくれることが最初、うん、というふうなお話とか聞かせていただいたので、うんうん、週に1回、うん、家から1時間近くかけて、はい、うちの奥さんに、はい、連れてってもらっていたら、はい、そこでコーチをやってたのが、はい、東野さん。東野さんですね。技術委員長の東野さんが、はい。クラッシャーがやってまして、はい、クラッシャーがうちの子供たち遊んでくれるわけですよ。はい、すごいですね。そういう、そうでしたね。あの頃、東野さんやってましたもんね。そうなんです、そうなんです。辻先生も実はうちの、活動初期の頃に、はい、指導者、うちのコーチたちの講習会とか、うん、はい、お手伝いして、講師していただいたりとか、うん、すごい応援してくださって、はい、実はそういうご縁がそこでも繋がってたっていうところで、まあでもその場がなかったら、じゃあ、一番のお兄ちゃんは、やってないですね。入り口が。はい、バスケットボールやってないです。で、なんせ彼は、そこでバスケットボールが好きになったんですよね。うん、で、好きになると上手くなりたいと思うわけですよ。うんうん、で、なんとその、厳しくて自分僕はやらないと言ったクラブに5年生の夏に入りました。うん、厳しいってお前分かってるよねと。はいはいはい、ね、分かってるのに入るのって、うん、なんでそんなこと思うのっていうふうにやるって言ったら、同級生入ってるし、地元のミニバスなんで、うんうん。で、僕もバスケットボールちょっとはできるようになったっていう、自分なりのなんかがあったんでしょうね。そうやってやって、長男は。バスケ部に入って高校を卒業するまでずっとやり続けましたね。なるほど。はい、いやそれではその場合入り口が例えば、まあ、本当にそのまずその楽しくやれるって入り口があったってことが、はい、ものすごくそのもう決定的に大きいってことなんですね。そのまあある種だから、まあ、僕らたちがこうあちこちでこう普及の活動していくっていうことの、うん、ちょっと今もうちょっと価値があるのかなってそのお話はすごく思える、はいはい、
入り口をどう作っていくか、僕たちの最初の出会いですよね。はい、まさしくあのミートボールっていう言葉の通りだなと。全くそうですね。それはすごい、いいエピソードを聞きました。